規制法の改正に向けた国会審議に先立ち、昨夜の bs フジプライムニュースで各党が議論を交わしました。公明党とは一致できなかったんですけれども、はい、基本的なところでは、うん、あの考えが一致してますので、うん、自民案をもとにですね。うん、あの委員会で活発に、うん、あの議論していただきたい、うんうん、自民党さんの案について、うんうん、これが抜け穴だらけ。政策活動費の。 ドアガ党ーでいうと、うんえー、政治資金パーティーの開催禁止、うん、再発防止を本気でやろうとするなら、うん、そこは不可欠ではないかと。旧文通費の公開というのは、我々もずっと求めてきたことですし、うん、文通費をやるからといって、うん、何か我々が自民党案の先ほどの政治改革の法案に賛成するとか、うん、妥協するとか、うん、そういうことは一切ないということは申し上げておきたい。 また共産党の小池書記局長は企業団体献金の禁止が本丸だがどんどん中心から離れ自民党の許容範囲の中での議論になりつつあると指摘しました。